武田千代三郎の肖像写真。武田千代三郎は、日本の内務官僚、教育者、スポーツ指導者。幹線県知事、神宮工学館長、大日本体育協会副会長、大阪市立高等商業学校長。駅伝競争の命名者として知られる。柳川藩士、武田道夫の次男として、筑後国産文具に柳川で生まれる。協立学校。 第一高等学校を経て、1889年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。1889年8月、法制局雇いとなる。同年12月に徴兵され、この F 票第一連隊に入隊。1890年11月、陸軍不票二等軍曹で満期除隊となる。同年12月、法制局司法となり。 さらに法制局参事官を務める。1893年4月、内務省に転じ広島県参事官に就任。以後、長野県警部長、群馬県書記官、兵庫県書記官などを歴任。1899年4月、秋田県知事に就任。1902年2月、山口県知事に転じた。 友人の佐野智三郎を県立山口図書館長として招聘したことでも知られている。1903年6月に山口県知事を休職。1905年9月、山梨県知事となる。1906年には山梨県甲府市で一府九県連合共進会が開催され、大塚青子、鈴木直江らに山梨県内の名称18箇所を描かせた木版画集。 高山強水を観光させる。同知事としての在職中には明治40年の大水害が発生しており、武田は災害後に人頭式を行い、後年にその様子を明治40年大水害実記として記している。1908年6月、青森県知事に就任。1913年6月に休職となり、翌月に退官した。1913年9月、 神宮工学館長、第二本体育協会副会長に就任。1918年4月、私立大阪高等商業学校長事務取扱いに就任し、さらに同校長を務める。同校が、旧正大阪商科大学、同高等商業部に改祖されると、学長事務取扱いとして1928年6月まで在任した。 1932年5月26日、病死する。去年65歳。ありがとうございます。